とても可愛らしいながらも、同時にとても俊敏で蛇にも襲いかかる勇敢な動物です。オオミミハリネズミは食虫性の動物です。オオミミハリネズミの体は小さく、体長は20センチメートル未満です。針の長さも長く、通常 2.5 センチメートル以下です。体重もオスで430グラム、メスでは200から500グラムとかなり小柄です。体は丸っこく、少しぎこちない動きをします。四肢は長めですが、尻尾は短めです。オオミミハリネズミの最も大きな特徴は、少し曲がった頭の長さの半分以上ある大きな耳です。オオミミハリネズミが好む生息地は、乾燥した粘土質の砂地です。現代では草原地の開発などのために、オオミミハリネズミの生息できる土地の面積は大幅に減少しています。オオミミハリネズミは夜行性で単独行動をします。日中は静かな場所にある巣穴で休んでいます。巣穴は自分で掘ることもありますし、他の動物が放棄した巣穴を拝借することもあります。夕暮れとともにオオミミハリネズミは驚くほど機敏になり、素晴らしいハンターに変身します。他のハリネズミよりも長い足は、あちこち探検したいという欲望を生み出し、夜な夜な獲物を求めて 9km もの距離を歩き回ります。視力はいまいちですが、それを補うように嗅覚と聴覚はとても優れています。耳の大きさと可動性を考えるとごく自然なことでしょう。しかし、大きな耳は聴力のためだけではなく、暑い地域での生活に適応した結果で、熱を効果的に放出し、体温の上がりすぎを防ぎます。オオミミハリネズミの食生活はバラエティに富んでいますが、最もよく食べるのがカナブンやアリなどの昆虫です。また、研究によると、オオミミハリネズミは約10週間も水や餌なしで生きることができることも分かっています。草原で植物の間を歩き回り、多くの昆虫を捕まえます。しかし、空腹の時にはためらうことなく、見つけた獲物をまっしぐらに突撃します。危険な状況であれば、ハリネズミはシューという威嚇音を立て、相手を刺そうとすることもあります。その体格と大きさからは信じられないようなスピードで捕食者から身を隠すことができます。鳥の卵は大好物で、遠くにあってもかなり目を引きますが、さすがに木登りはハリネズミの強みではありません。唯一の救いは、背中の針が木から落ちた時のクッションとなることくらいでしょう。小型の脊椎動物の中でも、ハリネズミはトカゲだけでなく、ヘビにさえ心惹かれるのです。カーペットバイパーは砂漠に住む毒ヘビで、毒の強さでは世界のトップ10に入るヘビの一つです。攻撃的な上、超高速で攻撃を仕掛けてくる手強い相手です。しかし、オオミミハリネズミにとって空腹はどんな危険にも勝るものなのです。狙いを定めた一撃で見事にヘビを倒します。ヘビ一匹を倒せば、何十匹の昆虫を捕まえる手間が省けるのです。オオミミハリネズミはヘビやハチなどの多くの種類の毒に耐性を持っています。例えば、ヘビの毒に対する耐性はモルモットの45倍もあります。しかし、無敵かと思われがちなハリネズミですが、十分に多くの敵が存在します。猛禽類、アナグマ、キツネ、オオカミなどが天敵です。多くのハリネズミは体の側面まで針がありますが、オオミミハリネズミの針は背中にしかありません。危険が迫れば、オオミミハリネズミも5000本の棘を外側にして丸まることができますが、意外なことにこの技は滅多に使いません。また、優れた嗅覚と聴覚は、獲物を見つける時だけでなく、危険な捕食者の接近を察知するのにも役立っています。早く気づけば逃げるのも成功しやすいのです。秋になると、オオミミハリネズミはせっせと脂肪の蓄積を始めます。10月から11月に冬眠に入り、目覚めるのは3月から4月です。
一般的にオオミミハリネズミの冬眠は他のハリネズミよりも浅く、時に目を覚まし食事をとることもあります。春になるとオスたちは花嫁探しを始めます。繁殖できるようになるまでメスは生後約1年、オスは生後約2年かかります。伴侶探しに出かけるのはオスだけで、6から8キロメートルも離れた場所まで旅することが分かっています。しかしメスがオスをあまり気に入らない場合、オス同士の間で喧嘩が始まります。いわゆるハリネズミのダンスです。オスたちは互いに噛み合い、針で刺し押し鼻を大きく鳴らします。争いはほとんど我慢大会の様相を呈し、一番頑固なオスが勝利することになります。交尾から40から45日後、2から8匹の目も開かないとても小さな赤ちゃんが生まれます。ハリネズミの赤ちゃんたちの背中には誕生から数時間以内に白く柔らかい針が生えてきます。2日後には針の色は暗くなり密になってきます。赤ちゃんたちはみるみる成長していきます。約1ヶ月後にはお母さんと一緒に穴から出て外の世界の音や匂いを学びます。ハリネズミは生後2ヶ月から昆虫を食べ始め、そうなると子供たちはミルクを飲まなくなります。すぐに子供たちは厳しい大人の生活を始めます。生まれて初めての冬を越すために自身の巣穴を探さなければなりません。生後2ヶ月でもう独立しなければならないのです。成長の速さに驚かれるかもしれませんが、自然条件でのハリネズミの平均寿命はわずか3から5年です。捕食者に捕まってしまえばもっと早く一生を終えることになります。ですから何も驚くようなことはないのです。多くの人々はこれらの興味深く可愛らしい動物を自分の家や生活の場で飼育しています。実際オオミミハリネズミは新しい環境にうまく適応し、また子供のうちは手から食べ物を与えたりコミュニケーションを取ったりして楽しむことができます。またこれといって特別な世話も必要ありません。しかし動物たちのためには自然の生息条件に近いその動物に適した生活環境と栄養条件を整えてあげることが重要です。野生環境のハリネズミは日中静かな巣穴で眠って過ごします。ですからオオミミハリネズミを家に置いておくことは、それなりに広い家で安心できる場所を整えてやる必要があります。飼育スペースは不快な匂いがしないように、また清潔に保つため毎日掃除をしなければなりません。家で飼っているとハリネズミは徐々にその環境に慣れ、しばらくすると懐くようにもなってきます。日中ほとんど眠って過ごしますが、たまに起きて部屋の真ん中に出てきて走り回ることもあります。皆さん、今回はここまでです。ぜひコメントにご感想をお書きください。またこのビデオが気に入ったらいいねを押してください。ではまた次回お会いしましょう。